バーンチエン遺跡は、タイウドンターニー県、ノーンハーン郡にある古代文明の遺跡。ユネスコの世界遺産に登録されている。ベルリンの東アジア美術館に所蔵されている、バーンチエン湿度の土器バーンチエン遺跡では瓦家を中心に動物の骨なども見つかっており、黄河文明、メソポタミア文明とは違った、東南アジア独自の文明として注目を集めている。 河原家には独特の渦を持った幾何学模様を持つものがあり広く知られている。なお、紀元前数千年というタイの有志以前の時代のものであり、文明の主である民族は今のところ不明とされている。もともと森林地帯であったバーン地園は小さな村であった。遺跡自体はかなり以前から外に露出しており、その遺跡の土器は周辺の村人によって拾われ、 カメに使われるなど日用品として利用されていた。しかし、1960年に地元の学校、プラチャーチ園中と学校の教師群がこの時は、実は、考古学的な遺産なのではないかと考えるようになり、学校内に保存を目的とした、博物館を設置、保存に当たった。同年大門武将の発掘が始まった。百七十二年にはこの遺跡の重要性などが、 さらに明らかになっていたため、文部省は発掘を続けることを決定した。同年には国王、プーミポンも訪れ、国王がこの遺跡の物品はこの地にあるべきであり、万国の博物館で展示すべきではないといったことにより、バーンチエンに国立博物館が設立された。日本に知られるようになったのは、朝日新聞と毎日新聞の共同による、 発掘研究作業が進められた時からである。西洋へは1996年アメリカ人の学生が発見したことに、その認知が始まり、以降ペンシルベニア大学により、以降積極的な発掘が行われるようになった。当初、紀元前4630年ぐらいのものという説があったが、これに否定を唱える学者がいたため、奈良大学で発掘物の炭素検査を行った。 この結果、現在では、紀元前3000から2000年頃のものと推測されている。発掘により分かったことはバーンチエンでは、その頃稲作や豚などの家畜が行われ、ガラスや製銅器、鉄器などが使われていたということである。なお、東京国立博物館東洋館において出土品の一部の展示が見られる。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、 以下の条件を満たし、登録された。これに対しアイコモスは、以下の旨の推薦理由をつけた。バーンチエン遺跡は、紀元前5世紀頃の人間の文化、社会、技術の注目すべき現象の中心であり、その文明は、外の地域とは違う、独自のものである。ありがとうございます。